新原でございます。私は国民の権利より米軍特権を優先する地域協定の根源を作ると題しまして、1時間近く話をさせていただきたいと思います。今琉球新報の松本さんから沖縄県で米軍のいろんな方法をジャーナリストとして厳しく実行しておられる様子を教えていただきました。大変教えられました。心から敬意を表します。私の話はまず地位協定の深刻な主権侵害、国民の人権住人の実態を出す問題の一つとして裁判権の問題ですね。日本の裁判権を実質的に放棄している地位協定の不当な仕組み、この問題を少し立ち入ってお話したいと思います。そのために私が今日お話ししますのは今の安保条約の前の古い第1次安保条約、1952年の4月28日に発効しました古い安保条約の下で発効した、その翌年の1953年に、裁判権の問題17条の部分だけ改定されたわけですけど、個々の行き先と、それからその、簡単に言いますと認識差加減というものを、ね、少し立ち入って見ていきたいと。どうしていくかと言いますと、この1953年の地位協定17条の改定とその裏にあった、秘密取り組みを決めた裏にあったことは、1960年の安保条約改定もそのままになりましたし、そしてそれがまたそのまま1972年に祖国復帰しました沖縄にも丸ごと適用されて、実態的にはもっと本土以上にひどい状態がある、そこにそういう仕組みのひどい仕組みが適用されている、いろんな問題が起きている、そういう意味でこの原点のところをご一緒に考えていきたいと思います。でこの米兵犯罪に関する裁判権というのは1953年に、多くの制限と制約付きで日本側が手にしたということになっておりますけれども、しかし実際にはですね、日本のそういう主権的権利である裁判権を全面的に行使させないための制約が、幾重にも設けられているというのが現状であります。それをいくつかの点を伺って、述べたいと思いますが、まず講和条約発効と同時に、出来上がりました日米共生協定、今の地位協定に相当するものなんですけど、これは初めのうちは米軍が全ての米兵犯罪に関する裁判権を持つと規定していたわけであります。つまり専属裁判権というわけであります。で結局このアメリカ側の、自由気ままなさまざまな特権がそこに書かれ、その下で占領状態と同じことが続いたんですけれども、ただ、この行政協定が発効されるにあたって、西ヨーロッパの NATO 諸国でも NATO の地位協定の裁判権を改めようと、 NATO 諸国側に若干の主権的権利を譲り渡そうとする動きがある。でそれに倣って日本のこの行政協定17条もその時には改定しますぞという、一冊が入っていたわけであります。で実はその NATO 並みということがどう実行されたかという話になるんですが、もともと1952年の日米行政協定は国会の承認もなしに発効してしまいました。でそれは基地の問題でもその他の問題でも、そして裁判権の問題でも米軍の占領状態とほとんど何も変わらない、そういうものでありました。当時沖縄では米軍がその後もずっと全面的な軍事占領を続けたために、
沖縄県民が被害者とされました全ての米兵犯罪は完全に野放し、沖縄県民側は指一本触れられないという米軍特権がまかり通ったわけであります。でそのことで、まあ、典型的な一例にすぎませんけど、1955年には6歳の少女の由美子ちゃんが米兵に連れ去られて強姦され殺害され無残な姿で捨てられた馬になるという、そういう時代の事件が起きましたし、それに前後して、まあ、ひどい事件が繰り返されてきました。一方本土の方ではせっかく1952年4月28日で日本は独立したというのに米兵犯罪が一向に絶えない、それで起きた米兵犯罪については米軍が全て裁くというので日本はそれに触れられないということに対する強い国民の憤りが起きたわけであります、うん。まあ、今から言いますとその国民の憤慨というのは、まあ、想像もできないほど激しく大きいものであります、このことについて記しております公文書があります。外務省が編纂しております日本外交文書と過去の政府の秘密文書をまとめて刊行するシリーズがあります。2、3年前でしたが、1952年に発行しました、対日平和条約関連の文書が8冊になって刊行されました。でこの中にこの52年に発行しました日米行政協定に対する国民の痛烈な批判を書いた文書があります。これを書きましたのは当時外務省の条約局長をやっておりました西村文夫という人です。この西村さんは日米安保条約と行政協定締結の中心的な実務責任者となった人でしたが、それが終わった後極秘という判子が押された秘密調書に、なるべく飾らない言葉で行政協定の締結経過をありのままに事後報告として秘密のうちに書いたわけであります。でこれは私がこの後お話しします裁判権法秘密約よりもずっと前1年半ぐらい前の時点で吉田内閣が結んだ最初の行政協定の17条についてなので、先ほど言いましたように米兵犯罪は一切アメリカ軍が裁く、日本側は何も触れられないという状態のことについての記述であります。ちょっと読んでみましょう。1952年の2月に東京で、ラスクという人間の国務長官ですが、これがやってきまして日米行政協定ができるわけですけど、これを回復して、西村さんはこういうふうに書いています。こうして日米行政協定を通読すると日本ばかりがギブ&ギブ、アメリカに一方的に特権を与えるというんですね、ギブ&ギブをすることになる印象を強めることも見逃してはならない。行政協定が公表されたとき国会も国民も一様に失望し、不満の意を表し、非難の声を浴びせた。特に刑事裁判権に関する規定に対し、最も強く反発した。と、こう書いてあります。そして、その時のエピソードに、こういうことを書いてあります。皇族の三笠宮殿下から、行政協定について説明してほしいとのご希望があり、一日、条約局長は御殿に参上した。ご質素な応接間に通されて、そこでお話を申し上げた。殿下の最初のご質問は、今度の協定で日本はアメリカの植民地となるようなことはないかというのである。局長はその光らざる言えんをるる説明申し上げて退出した。こう書いております。さらに、同じ頃のもう一つの西村さんが忘れないこれに関連した話も記しておいて、ある日
自由党の長身白石、頭脳明敏、演説爽やかな若い代議士が条約局長室に見えて行政協定について説明を求められた。政界のホープと謳われるこの若い代議士のためにと、局長は交渉の経過と内容について熱心に説明したものである。説明が終わると、それまでじっと聞いておられた代議士は、要するにこの協定は日本をアメリカの植民地化するものですな、というただ一言を残して室外に立ち去られた。局長はガクリと肩を落とした。こう記した上で西村さんは一言付け加えています。この若い代議士こそ誰やろう。この文章執筆当時、まあ、1971年に書かれたものですけど、執筆当時防衛庁長官の中曽根康弘代議士、その人で、まあ、この1952年4月28日に発行しました日米行政で今の地協定に当たるものですが、これは先ほども言いましたように国会の承認もなしに発行したもので、裁判権については米軍の構成員、軍属、それらの家族が日本国内で犯すすべての罪について専属的裁判権を日本国内で行使する権利を有すとはっきり書いておりました。しかし先ほども言いましたが、当時西ヨーロッパで、NATO 諸国で新しい地位協定を作ろうとしていたものですから、それができた場合には日本にも同じようなものを結ぶ、改定するということは初めから書かれておりました。で、NATO の方は、地位協定が、53年の8月に、新しく提携され、改定されました。で、それに合わせて、まあ、予備交渉を含めますと、1953年、後半、この翌年ですね、その翌年の、まあ、3月頃から、半年くらいにかけて、まあ、交渉を続けます。まあ、最初のうちはですね、日本政府やアメリカ政府の対中秘密文書を見ますと、日本政府はアメリカ側にいろいろ聞くんです。NATO の方は一体どういうふうになろうとしているのか。で、それに合わせて日本側も要求を出そうとしています。アメリカの文書を見ますと、要するに、まだ交渉中で微妙だし、国によって違うから、まあ、簡単に言いますと、日本では教えるなって、趣旨のことがずっと書いてあるんですね。それから、本格的な交渉になりますと、8月に入ってからでありました。しかし、今言いましても、その改定された保障するものの内容は、アメリカ兵の犯罪について日本の全面的な裁判権の実現という国民的な要求とは全くかけ離れたものであります。これからお話しいたします。改定された米兵犯罪をめぐる行政当局の裁判権の条項の実態というものは、実は改定されてすぐの、あるいはしばらくの間の国民には詳しいことはまだ多くが分かっていなかったこと、これがかなりあります。そしてまたこの 3,4 年の間に新しく初めて判明した、これまで隠されていた真相が新しく判明したことも少なくありません。その意味で多くの国民が長い間悔しい思いをさせられてきた日本側に裁判権を行使させない仕組みについてのなるべく味のままの告発をしたいというつもりでお話をさせていただこうと思います。まあ、結果的に言いますと、1953年の裁判権問題の行政協定改定では、日本側に対してアメリカが極力米兵犯罪についての裁判権を握らせない、行使させないという仕組みを用心深く、行方にも賭けを巡らすように、まあ、防壁を組み立てていた。行方にもそれをやったんですね。今になってそれがひょーりはっきり分かっています。
3つぐらいに、そのポイントを分けてみますと、まず第一は公務中という米側の一方的認定です。この53年の改定で公務中の米兵犯罪についてはアメリカが裁判官を起こす、日本が裁判権を行使することができるのは公務中以外の時に米兵が犯した犯罪、交通事故、これだけですよという、そういう振り分けがあったんです。で、第一は、公務中という分け方の怪しさの問題であります。で、とにかく、表だけでは、米軍の構成員、軍属、家族が日本国内で犯す罪で、日本国法令で罰することができるものについて裁判権を有するという一般的な規定だけど、後の方に、公務中はアメリカが裁き、公務外は日本側というふうになったわけですが、この問題ではおそらく、公務中の米兵の犯罪をどうこうちっとも無理なんじゃないのというふうにお考え方が終わりかもしれません。軍人ですから公務中といえば軍人活動中ではないか、だから仕方がないというお考えの方もおそらく終わりになると思います。ただ実際にはですね、この規定が実質的に拡大される。それからまた公務中か公務中でないかの振り分けはもっぱら米軍が勝手に決める、こういうふうにしてそれを通じて日本になるべく裁判権を握らせないような仕組みの大変重要な土台になったというふうに言わなければ